皆さん、ヤッホー歴チャンネルのりくです。今日は、昨日の動画見てくれた方はわかると思うんですけど、もう昨日はね、クリスマスサプライズされて、パーティー家でできたんで、本当に最高のクリスマスイブでした。でね、次の日、朝起きたら、クリスマスプレゼントをもらいました!はい、もうね、私が今一番ハマってるアニメ、鬼滅の刃のね、グッズしかなかったんですよ、欲しいものが。なので、それを頼んで、届きましたよ。じゃあ今回ね、ちょっとクリスマスプレゼントを、あんま、りくチャンネルで紹介した時ないなと思ったんで、今回、私がもらったクリスマスプレゼントを皆さんに紹介していきたいと思います。はい、もうね、鬼滅の刃は本当にアニメ4往復くらいしてるくらいもうめっちゃハマっちゃって、もうこれしか欲しいものがなくて、なのでこれにしました。じゃあ早速紹介していきます。まずは、鬼滅の刃のオープニング、リサさんが歌ってるオープニングですね、の CD と DVD が入ってるのって、1個の CD は、その鬼滅の刃のオープニングの曲と、プラスなんか違うリサさんのね、曲が入ってて、まあね、本当に中身見せたいくらいめっちゃ良かったんで、もう、まあ、見せちゃったらね、著作権の侵害でこの動画アウトになっちゃうんで見せられないんですけど、まあちょっと CD だけこんな感じ。で、これが CD4 曲入ってます。で、次が DVD。これ鬼滅の刃のね、なんか映像が一緒になってる DVD です。はい。で、まずこの歌詞カードはリサさんがいますね。で、裏もこんな感じ。綺麗ですね。でですね、これ中に歌詞が書いてあるんですよ。この曲の。で、こんな感じで歌詞が書いてあるんですけど、中にびっくりなんです。いきますよ、向きは。こっちか。じゃーん!見て、すごくない？めっちゃ良くないですか？鬼滅の刃のなんかミニポスター的な。びっくりです。かっこいい感じのミニポスターみたいな。いや、大事にします、これも。めっちゃいいですね、これ本当に。かっこよ。でね、箱もね、炭治郎のね、顔があって、めちゃくちゃかっこいいです。はい、で、続いて、もうこれね、最初に見せたかったんで、まずこれ。じゃーん!アクリルスタンド、もう我慢できなくて開けちゃったんですけど、アクリルスタンドです。善逸と禰豆子のアクリルスタンドで、で、最初、こんな感じでね、入ってたの。なんか、いい感じのやつですね。で、アクリルスタンドです。これめっちゃ可愛くない？ここに名前がついてて。で、この絵が前に紹介した缶バッジの絵柄と同じなんでめっちゃ嬉しいです。で、私が持ってるアクリルスタンドは、アニメの絵柄と同じやつなんですけど、ロフトの。で、こういうゆるキャラもめっちゃ可愛いなと思ってて、めっちゃ嬉しいです、これ。で、このアクリルスタンドに、ほら、チェーン入れる穴開いてるから、ストラップとしても使えるんじゃない？はい、こんな感じです。そして、続いて、私が、1番かな ?2 番目かなまあ、そんくらいに大好きな、カナオのアクリルキーホルダー。めっちゃ可愛くない？私もう、カナオ大好きで可愛くて、これはもう、カバンにつけちゃいますね。はい。で、続いて、ハンドタオル、禰豆子。ハンドタオルは3枚あります。絵柄がね、アクリルスタンドに似てる感じですね。まあ、同じですね。ハンドタオル、禰豆子、かわいい。禰豆子めっちゃかわいくない？ここにかまど禰豆子って書いてあります。後ろは真っ白です。じゃあ次、炭治郎いきます。せーの。はい、じゃん！炭治郎。炭治郎もね、絵柄が禰豆子と似た感じでめっちゃかわいいです。はい、じゃあ次、善逸。せーの。はい。善逸もめっちゃ可愛くない？私、善逸一番かな？一番好きなんで。前紹介した缶バッジと同じ絵柄です。じゃあ、続いて最後。じゃん！缶バッジワンボックスコンプリートセットです。はい、こんな感じ。箱。これですね、ヴィレッジヴァンガード限定の、ウェットカラーシリーズ缶バッジです。全部で13種類。みんないるんですよ。柱、9人全員と、炭治郎、伊之助、禰豆子、善逸。実はですね、これもう我慢できなくて開けちゃったんですよね。ごめんなさい。でも、袋から出してないです。じゃーん。コンプリートだからね。でも、カナオがいないのがちょっと残念ですね。こんな感じです。めっちゃ、クオリティ高いなと思って、もう開けちゃったんですけど、じゃあ、じゃん。はい、じゃあ、まずね、この最初に出たイグロさんですね。もう本当になんかクオリティ高くない？すごいアニメの絵柄でめっちゃいい缶バッジです。じゃあ次、じゃん！炭治郎。めちゃくちゃこれもかっこいいですね。表情がなんとも言えないかっこよさ。はい、じゃあ次、じゃん！禰豆子めっちゃかわいい。超かわいい。やっぱ竹加えてるねずこもかわいいですね。はい、次、善逸。善逸もね、やっぱり黄色だね、善逸は。超いい。ほんとクオリティ高っ。ここにね、花があるんですけど、それもね、みんな違くてめっちゃいいですね。はい、で、次、めっちゃかっこいい。やば。伊之助さ、周りのさ、花がさ、どんぐりでさ、めっちゃ可愛いんだけど、なんか、この表情めっちゃ好き。はい、じゃあ次、富岡さん。富岡さんもかっこいいですね。で、次が、じゃん、胡蝶忍さん。私、胡蝶忍さんも好きなんで、もうみんな好きマジで、柱。柱、ほんとみんなかっこいいよね。で、次が、煉獄さん。めっちゃこの表情が何とも言えないかっこよさ。で、宇髄さん。宇髄さんもいいですね。もう柱がみんなかっこよすぎる。で、時任無一郎くんに、甘露寺。かわいいよね。もうね、この組み合わせが最高ですね。で、品津川さねみ。そして、姫島さん。はい、これで13種類です。はい、ということで、今回私のクリスマスプレゼントも全部鬼滅の刃のグッズをね、紹介したんですけど、本当にね、こういうグッズとか見たことなかったんで、めちゃくちゃ嬉しかったです。もう缶バッジも超クオリティ高いし、もう CD も最高です。気になる方はぜひね、缶バッジはビレ版限定なんで、もういち早く行った方がいいと思います。1個350円プラス税です。この動画面白いと思ったら、グッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。おすすめの動画はこちら。Twitter、Instagram、概要欄から私のグッズも見てみてください。りくちゃんねるでした。バイバーイ。皆さんもクリスマスプレゼントに何もらったかぜひコメントで書いてください。バイバーイ。